お疲れちゃんです。ラットでしたけど、今回もクラッシュロールやっていくんすけど、って言いつつ今日はね、クラロワはやんないんすけど、こちらですね、クランを見てもらえるとわかります。クラロワオールスター最強決定戦っていうものがね、なんと昨日ありました。で、まあ、そのね、説明をまず、ほんと説明下手くそなりにね、やろうと思うんですけど、まあ、あと組み合わせみたいなのもね、多分、編集でね、はい、出てると思うんで、そちらをね、見てみてください。もう超激アツメンバーがね、はい、集まっております。で、まあ、この大会なんですけど、まあ、非公式のね、大会であります。そしてですね、まあ、この大会が行われるってなった、まあ、理由としては、もともとね、3月1日に大阪の方で、こう、ウェルプレイドさんとかかな、がいろいろ運営して大きなイベント、ゲームイベントがある予定だったんですけど、最近ね、コロナウイルスとかいろいろそういうのがあってイベントがね、中止いろいろなってますけど、ディズニーとかもね、閉園とか今してますけど、休園なんていうかわかんないですけど、はい、みたいな感じでイベント一回延期になったっていうので、こう、普段ね、こういろいろお世話になってる、こう僕ら、このリーグの運営とか、こういろいろね、こう、陰で支えてくれるウェルプレードさん、僕がね、契約、マネジメントも契約してもらってる、普段もお世話になってるんですけど、人たちの言ったら、まあ、損害にも、イベントがこう、休止になったら、いろいろ準備してたものがなくなったりとかして、こう、今ね、結構大変な目に遭ってるっていうので、そのウェルプレードさんを救いたいっていうのを、ドズルさんがね、はい、10時間生放送っていうので、こう考えてね、こうみんなで、こう、マスクを助けようみたいな、盛り上げていこうみたいな感じで、まあね、みんな今、学校も休みですし、ちょうどいいよねっていう感じですね。これは今僕がただ適当に言ったんですけど、っていうので、まあね、盛り上げようっていう大会ですね。なんで、エキシビション大会みたいな感じですね。はい、っていう大会が、まあありましたっていうので、ね、ちなみに、多分サムネで分かったと思うんですけど、優勝しました。なんで、その、まあ、試合かな。結構いい試合ばっかで、面白い試合ばっかだったんで、僕1回戦目がね、KK さん。で、2回戦目と3回戦目、2回戦目が XO マス選手か。で、3回戦目が、みかんさんですね、言っちゃうと。で、それをね、こう、今日はね、今回の動画では KK とのね、試合のリプレイを。で、次には、みたいな感じで、今日は多分2本上がると思うんで、そちらもね、はい、見てもらえればいいかなと思います。というわけで、早速ね、KK 選手バトルリプレイを見ていこうかなと思います。さあ、というわけで、BO3 ですね。で、まあ、試合内容、まあ、優勝はね、したんですけど、この試合勝った、負けたとか言わずにね、こう皆さんで見ながらね、こう考えてもらえたらいいかなと思います。で、今回、こう、非公式だったからこそ、あと、特に何かがかかってるっていうものもないんですよね。こう、気軽にできたというか、何もかかってないからこそ、なんかこう、なんていうんですかね、遊び感覚っていうんですかね、こう、楽しむをメインで僕はね、すごい今回やろうかなと思ってて、正直優勝するつもりは全くなかったというか、まあ、ほんと一回戦負けでもいいなと思ってね、今回は大会にね、臨みました。というか、基本的に僕弱気なんで、常にそうなんですけど、常に勝てると思ってはない、勝ちたいと思ってますね。本当勝てるとは思ってないけど、勝ちたいとは思ってて、普段やってるんですけど、なんで今回もね、そんな感じで、まあ、勝てたら勝てたで、まあ、勝てなかったら勝てなかったかなっていう感じで、まあね、こう、やっぱ盛り上げようっていう大会だったんで、まあ、僕は僕なりのね、こう、みんなが使わないようなデッキとかでね、こう、沸かせられたらいいなと思って、ラット式ミラーをね、初戦から、はい、使っていきました。と、そしたら、KK がね、なんとラバですね。まあ、枯渇、得意ですね。もう KK は本当、枯渇が世界トップレベルの、まあ、うまさがあって、これ枯渇だったらどうだったんだろうね。高回転でタルババあるから、意外といけそうだけど、ロケット削りされるときついかな、みたいな。枯渇使われたら、使われたらちょっとね、面白かったかもしれないですけど、さ、ラバですね。ラバに対して、たまたまね、このロケット星っていうのが、結構なラバのメタなんですよね。ラバのメタで、しかも、ファイボーザップか。なんで、こう、ポイズンとかでも、タルババでもないから、なかなかこの動くロケット方針を処理するっていうのが、しかも、こう、厄介なんですよね、KK からすると。そして、しかもミラーで出てくるっていうので、このロケット方針がね、ほんといい味出すんですよね。で、ミラー積極的にロケット方針生んでいって、って感じかな。であとは、ディガーというので、左右に振っていってます。まだね、ディガーが加工されてないんで、意外と活躍してます。で、ここで見てほしいですね。ロケット星、これ。このラバーメガが来るじゃないですか。もうこのロケット星の、これですよ、これ。やばくないですか ?3 発。まあ、ミラーだからかもしれないんですけど。で、ここのね、ミリ残りのレベル10を延命しつつ、みたいな。これでもうラバとメガこう、処理しつつ、もうラバも余裕で
ね、処理できてますからね。さあ、ここはファイブで2体行かれますが、このレベル10のね、ロケット星がずっと残ってるみたいな感じで、こう、まあ、ミラーデッキ、さすがに僕も、ネタ要素もありますけど、自分の中では強いと思ってね、こう、普段使ってるというか、まあ、遊びデッキなんですけど、ちゃんとね、いろいろ型をね、考えて生み出してるんで、まあ、そこそこは強いよと。決して弱くはないんだよと。さあ、見せつけていくようにね、今回ロケット星ミラーをね、ラットミラーをね、さあ、使っていったわけなんですけど、ラバにはね、ちょっと相性が良かったですね、これは本当に。もうラバーが怖くないですもんね。胞子2体出しとけば解けるわ、みたいな。で、ラバデッキは陸もそんな薄いわけでもないので、硬いわけでもないので、なかなかね、こう、U のとかディガーを毎回受けれるっていうのが、まあ、しんどいっていう感じですね。いや、これはね、本当に楽しかったですね。なんか、こう、今までは勝たなきゃいけないとか、よし、勝つぞとかも、まあ、ある、思うわけじゃないですか。でも今回のは、こう、まあ、非公式とか、まあ、何もかかってないし、別に負けたからどうとか、っていうわけでもない、こう、盛り上げようというか、こうね、普段お世話になってる方々に、こう、まあ、恩返しと言いますか、まあ、その恩返しとして盛り上げようみたいな感じで出させていただいたので、まあ、正直負けたら負けただなぁと思いつつ、はい。もうね、こう、もう生き生きしてましたね、多分僕のプレイはこれ。今まで、だから久しぶりとか、ほんとね、2、3年ぶりに、こう、僕がね、日本一決定戦かな、昔、日本一を3連続、3ヶ月連続取ったことがあるんですけど、1ヶ月、1万人いる大会を3ヶ月、本当に連続優勝。だから1万分の1、1万分の1、1万分の1を、こう、連続で取ったことがあるんですけど、いや、よく考えたら本当にエグいなと思うんですけど、その頃も本当に別に勝てるとは思ってなくて、ただ自分がね、こう、使ってて楽しいデッキ、得意なデッキとか、本当楽しむみたいな感じで、こうやってて、まあ、勝てたみたいな感じで、今回もそれとなんか同じ感じがしましたね。久しぶりになんか、こう、今までとは違う感覚を味わえたと言いますか。なんか、こう、やっぱ勝つためにひたむきにやってる時もありましたけど、てかまあ、もちろんね、最近もとかずっとそうなんですけど、なんか今回の大会でまたなんかこう、いつもと違ったと言いますか、なんか新鮮というか、まあ懐かしいというか、ああ、なんかこう、これが楽しいなって、よりね、心からすごい思えた大会だったかなと思いますね。なんでこう、公式大会だと、さすがにやっぱこう、チームメイトもいますし、個人戦ではないので、負けたら自分のせいというか、その負けがやっぱね、チーム全体に影響を及ぼすっていうので、まあ、チームの分、まあ、チームだからこそ、こう、まあ、変に遊べないと言いますか。なんかいろいろね、こうあるじゃないですか、やっぱり。なんで個人だと負けたら、ま、別に個人が悪いだけなんで、こう、なんでこういうね、なんか三重比とか、もう今あんま使われてないんで使おうと思いましたし、ま、もともと得意だったっていうのもありますし、はい。三重石とか使ったり、まあ、ミラー使ったりで、今回の大会はね、結構、もう、いろいろ使いましたね。なんで、またね、でも今日2本目か、まあ、明日になるか分かんないんですけど、こう、2回戦目、3回戦目のリプレイとかも出すんですけど、その試合もね、結構、面白い試合ばっかなので、よければね、そっちも見てもらえると、はい、すごいいいかなと思いますね。で、まあ試合のことはそんな触れてないんですけど、KK がまさかの2連続ラバですね。で、僕がたまたまハンター雪玉三重士なので、まあこれはまた若干相性がいいよねっていう、たまたまね、2連続運のいい、マッチングを引いていきましたが、さあ、ここは若干苦しめでございますが、しっかり形を作ってきてますね。で、このダックプリ強化がうまいですね。しゃっくりが。しゃっくりなのかわかんないですけども。KK はここでしっかり仕留めるゾの形作りのダックプリ強をしてきたんですけど、ハンターがやっぱ強いんですよね、ハンター。よいしょ。ハンターと雪玉が強くて、さあ結構ダメージ入ってるよって感じですね。まあ三重石とかね、最近ほぼ使ってる人いないですし、だから対応するのがむずいですよね。久しぶりに三重石対当たっても、あ、待って、三重石どうしようってなっちゃいますね。ちょっとだけ、ああ、これはこうすればいいよねっていうか、どう対応しようみたいな、若干悩んだり、まあ、やっぱあると思うんですね。さあ、ここのアイゴレでインドラ誘導で、いい感じにね、守っていきます。さあ、で、ここハンター、延命用ダクプリだったんですけど、
いい感じに攻めポイされましたね。で、ここで3次展開するか迷ったんですけど、コスト間に合わねえなと思って攻めちゃいましたね。で、結構、この、てか、ネクストが次のハンターで、まあ、ラバーを防衛しようっていう感じで、まあ、攻めて回して、まあね、なんとか最後削り切ったって感じで、まあ、経験にはね、なんと2盾で、はい、勝つことができました。というわけでね、今回の話を終わろうと思うんですけど、またね、ちょっとこう、大会中の、まあ、若干な裏話とかもね、また次か次の動画ぐらいでね、話せたらいいかなと思うんで、よければ、そちらもチェックお願いします。では、KK のね、チャンネルもね、貼っときます、概要欄に。なので、ぜひね、枯渇めちゃくちゃうまいんでね、枯渇がいろいろマルチのリプレイ上がってるんで、動画か、よくそちらもね、チェックお願いします。では、ご視聴、あざました。お疲れ様でした。